菅総理大臣は横浜市長選挙で自らが支援する候補が敗北したことを受け大変残念な結果だ、謙虚に受け止めたいと述べました。大変残念な結果でありましたが、まあ、市民の皆さんが姿勢が抱えているコロナ問題とかさまざまな課題についてご判断をされたわけでありますからそこは謙虚に受け止めたい。 政府のコロナ対策への反発が影響したかどうかについては、できる限り説明しながら、かつての日常を一日も早く取り戻せるよう全力で取り組むと述べるにとどめました。敗北を受け、菅総理の一層の求心力低下は避けられない情勢です。ただ、菅総理は来月予定されている自民党の総裁選挙について、出馬は当然との考え方に変わりはないと強調しました。